千葉駅に来ました。はい、でかいんですね千葉駅は。モノレールのね、モノレールがあるんですよね、合体してて。なんかお店もいっぱいあります。なんか高架下にショップがいっぱいあってね、なんかあんま安くなかったんですけどね、半額とかやってほしかったんですけどね。なんかですね、バスターミナル、モノレールがありますね。JR だっけ？あ、JR だ。JR 東日本、千葉駅。フェリアっていうのがあるんで、なんか、食べ物屋さんとかありますよ、いわゆる。お土産屋さんとかね。まあ、はるかに、僕が行った香川県よりは発展してます。はい、エスカレーターがあって、なんか登ったり降りたりして、疲れる、帰って寝よう。1000円分食っちゃったんでね、自重しないとね。600円のポテト買っちゃったよ。ファッションある、ファッション生活だった、いくらかな、電車代200円かな。なんか駅近ですか。駅近じゃない、駅中ね。高いんですよね、駅中。なんて読むんだろう、シャネルの香水でしょ。4°C、4°C、ずっと気になるんだけど、調べようがないね、読み方。12,800円、わお。ビームスあるわ。ビームスやっていくか。何回あんだろう。ちょっと今日体力ないんで。ね、回れないけど、まあビームスやっていくか。結び寄ってっか。結びなんだここ。値段が書いてないってことは、そこそこの値段なんでしょうな。ビームスの服、円です。バカ言うねっていう感じ。マジかよ、服買うやつの気が知れんわ。アスカちゃんだ、欲しいな、アスカちゃん。
いや、ちょっと値段だけ見てるだけです、ね、すみません。1万4,900円。帰るか。まあちょっと寄ってっか。うん、ペリエ、ペリー行こう、ペリエ。しんどいな。買う金ないのにね。買う金ないんだよ。買う金がないんだよ。全然ない。っていうか、あと、あと5000円しか持ってないんだけど。4000いくらかしか持ってないんだけど。ボディショップ。70% オフ。インスーツ。インスーツ。買えるか。ルイス・キャレン、ルイス・グレイ。ドットナチュラルビューティーベーシックアフタヌーンティーリブレデティオアバハウスアバハウスって高いのかなガーランドデオブデューそれでいっぱいあるけど全部100円です中国で買った全部100円ですチップのかアバハウス、40% オフいくらいくら 40% オフ16,800円16,800円ですよいくらでしょうかアバハウス38値段書いてない17,800円バニーステア90,800円メンズもありますメンズも1万するだろうな1万8000円だだけ。ペラペラのブルゾンなんか500円で売ってるわ。いくらでしょう。チェスターコート52,000円。これは。チェスターコート52,000円。19,000円。19,000円です。35,000円、チェスターコート35,000円。7階までありますよ、ここ。7階まである。50% オフと書いてるけど、どうせ5,000円とかすんだろう、もう定価。なあ。ほら、14,000円。なんだこのバビロン。悪どいな。バビロン悪どいわ。ふざけんじゃないよ。キールズ。化粧品か。働いてる人はお疲れ様って感じですけどね。悪どいんですよ。この悪どい企業が多くいる上、ある上でね、安く仕入れる。俺とかが潤うんですが、ね、
中国個人輸入、中国輸入個人でもできるのでちょっと調べてみてください。はい、あの別に個人事業主とか法人でなくてもあの買えるんでね、買えるじゃない、なんかサイトでちょっと、あのクレジットとか登録したら買えます。クレジットはまあ大学生だったら登録できるんでね、すごい世の中ですね。っていうかまあそういう商売しか儲からないんですけどね、実業は儲かります。実業は儲かりません、教養しか儲かりませんので。実業はね、俺調べで 99% 食えますね。でトップ 1% ぐらいしか食えないんで、儲かってない。ここら辺の企業多分儲かってないですかね。7割くらい、中小企業7割くらい儲かってますね。アトムス、アディダスか、アディダスは高いんだな。ブルゾン1200円で売るんじゃなかったわ。アディダス、イービスサプライ、服ばっかだわ、服ばっかですよ。セールプライス、はい、1万。靴はなんか売っちゃう時があるからね、ブックオフとかに売る人が多いんでね、あんま手に入んないんですよね靴は。中国とかアリアスが買ったら、まあ、パチモンですからね。アーバンリサーチだ、アーバンリサーチありました、はい、20%オフ。値段見てみよう、値段、これは9000円、8000円、かわいい、4000円、ユナイテッドアローズ、ユナイテッドアローズ、7600円でした。7600円でした。キッズもユナイテッドアローズ、今は高いんだな。ユニクロありがてえな、マジで。ユニクロありがてえ。これいくらだろう。3000カップ。あ、じゃあ、ネックレス3500円ですよ。何製とか書いてないのかな。スネークちゃん。ベルトが取れた、ベルトが取れたよ。ちょっともうちょっといいやつ買おう。291円、もうちょっと値段のっけて買えよかった。100均なんですけど、ベルト100均台だね、100均台だわ。ティクタク、14分も取ってるわ。時計どうなんだろう、売れるのかな。セールセールセール、1000円くらいすんだろ、どうする。1000円くらいすんだろ、どうする。あら、1900円、 D2000 円くらいすんだろ、2000円くらいすんだろ、4500円、いやー4500円です。これは古着買うわ、まともな神経の人は古着買うわ。古着ユニクロね、まともな神経の人は。リー高えな。イエビス、イエビス、ペラペラの3900円ですよ。ペラペラの3900円、2900円、無印も高いんだな、ね、6
6階、6階なんでなんだか生活雑貨だろ、6階100均ないのかな、100均、6階100均あるからね。がベルトを買います、これベルト買いますね、これベルト捨てちゃう、ベルト捨てちゃう、捨てちゃう、ベルトね、さっきに買ったやつね、この通りあのビラッとって100均あった、100均あったよ、やるよ、東急ハンズかよ、東急ハンズかよ、東急ハンズ俺行ったことないんですけど、あこれ欲しいな、3900円だ、高いな、高いっすよこれ、可愛いけど高いんだよなこれも、ワンワンワン、すいません、ベルトが欲しいんですけどあります、あ、はいはい、ちょっと壊れちゃったんで、あーちょっとやつがいらないです、あーそうですか、わかりました、これは何だ、ベルトないんだってよ、東急なんかロフトみたいなとこかと思ったのに、熊沢書店があるわ、ロフトみたいなとこじゃないの、東急ハンズって、特急っつって、スターウォーズ欲しいです、あのマニアじゃないんだけど欲しいです、スターウォーズ、うん、なんか安売りコーナーで、ちょっとシールの値段を欲しいんですよね、いくらなんだろうこれ、300円ですよ光沢でね、光沢入れで300円、ね、あの多分これ書いてるデザイナーさんとかも買い叩かれてるんで、はい、デザイナーにだとやりません、あシール1枚300円か、じゃああれ100円で売れるの、これはあの中国であの50枚入りで300円で買ったやつが、350円ぐらいで買ったやつがあるんですけど、じゃああれ100円くらいで売れるってことか、うまくいったら、100円ってことにしよう、1枚、もう1枚50円にし値段設定にしようかなって思ったんですけど、100円かまあ75円にしよう、1枚75円、ワンダースクイーズ、ワンダースクイーズ、くそ重い、くそ重いっすこれ、580円か、エビフライいらねえ、いらねえっつって落としちゃった、ピンヤツ、あピンヤツかわいいね、ピンヤツかわいいね、これかわいくない、もう千葉のねピンヤツかわいいね、バーチーくんいた、バーチーくん人形、ベルトがないか大変です、ベルトがないか大変だ、バーチーくんね、チーク、ババア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 チーク、安売りしてるとこないのかな、でかいっすね結構、熊沢書店でかいっすよ、千葉駅、 JR 千葉駅のデパート的なところ結構でかかったです、はい、で、買いででした、ポストカード150円か、高いんだよ、こんなの5円だろうが、だけど日本人件費高いからしょうがないけど、ごめんね、ジャパンごめんね、ジャパンって名前をつけます。
ごめんねジャパンって名前を、うん、じゃあもう終わります。はい。